はい、どうもお久しぶりです。ロイです。第1回ギャンブル企画、ギャンブルで勝った分、何かしらプレゼント、はい、プレゼント、まあ、プレゼント企画、ギャンブル企画、まあちょっとよく分かんなくなっちゃうけど、はい、まあとりあえずダブル企画か、はい、ギャンブルプレゼント企画、はい、まあ、今回はパチンコ、はい、コロナ対策バッチシ、はい、で、Twitter なり YouTube のコメント欄とか使って何人か抽選して、はい、プレゼント企画をやりたいと思います。はい、勝たなかったら終わりです。はい、勝たなかったら次回、はい、また別の機会でちょっと、これはね、ちょっと何か定番にしたいので、そうですね、それやっていきたいかな。今回は実験的にね、実験的にちょっとやっていきたいと思います。はい、レッツラゴー。第1回ギャンブル企画終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。6時間行ったことやったね。3時ぐらいからスタートして、今9時過ぎだから6時間、まあ、はい、朝1からじゃないから、まあちょっと正直ちょっと朝1から本当に来たいね。そうね、今日はね、ちょっとね、都合上どうしても昼過ぎになっちゃったものでやるけど、うん、はい、はい、終わりました。はい、じゃあ結果の方、結果はドラムの、じゃん、はい、ボロ負けでした。はい、最初 その企画説明の時に何も言ってなかったんだけど、1万使って、はい、まあ、勝った分プレゼント企画としてやりたかったんだけど、はい、ギャンブルだよね。そうだね、俺の気持ちはよ、まあ、5000円でもまあいいから勝ってプレゼント企画にしてやりたかったの、うん、出し渋ってるわけじゃなくてね。そう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 。いや、じゃあぶっちゃけその、まあ、別に2万使って3万使ってもよかったんだけど、うん、最初だからやっぱそこまで行き過ぎると、まあ、再現ないんでね。そうそうそう、ってなっちゃうとあれだから、まあ、最初は1万でどうなるかっていうのを、はい、まあ、やった結果ダメだったと、はい、でもまあ1万で6時間持ったっていうのはまあまあそれなりに良かったかもしれないけど、そうだね、思ったには思ったかもしれない、うん、まあ、結果ダメだったのは、まあ、うん、そうだから、まあ、今回は、まあ、ギャンブルだからこういうことは仕方ないと思う。そうですね、だからまあ第1回はもう失敗、完全に完敗だからこれで、まあ、これ見てちょっと面白いなとか、はい、そう、プレゼント企画やってほしいとか、はい、っていうのが声があれば、ね、まあ、声なくてもやりたいけど、まあやるけどね、多分ね、やるか、楽しさが優先なんで、そうそうそう、はい、まあ、今回に関してはまあパチンコだったけど、まあまた別のギャンブル、まあそれなりの協定だったりとかさ、うん、ちょっとみんなが一緒に見ながらなんかできるようなとかやりたいなとは思ってますね、はい、まあそんな感じでとりあえず第1回は失敗に終わりました。はい、すいません。はい、だから第2回第3回と、それからちょっと
やっていきたいと思ってるんで、はい、だからそれが面白いなって思ったりとか、そういう声を出たらいいなと思います。はい、じゃあ今回はそんな感じで終わります。はい、ありがとうございます。